BT 戦車、BT 戦車、米帝戦車、ロシア語、略称は、第二次世界大戦前に、ソ連が開発した一連の戦車である。BT とはロシア語で、素早い戦車を意味する、の頭文字を取ったもので、快速戦車などと訳される。赤軍では、BT の愛称系、ベテシカ、または、ベートシカ、飛翔系、ベートカ、で呼んだ。ドイツ軍は、 二枚のハッチを開いた1937年型以降の砲塔の見た目からミッキーマウスというニックネームが付けられた。BT の設計はアメリカ人ジョン・ダブルー・クリスティが開発した M1928 よび M1940 という戦車に由来する。M1940 は M1928 の砲塔のないデモンストレーション用で1930年代。 はじめの開発にもかかわらず、先進性を主張した形式番号であった。クリスティはアメリカで様々な戦車を開発していたが、彼の独創的なアイデアは、保守的な軍幹部の興味を引くことがきず、また、クリスティの発明家にありがちな存在で、気まぐれな性格のために、売り込みの結果はかんばしくなく、本国では少数の使用に止まったが、イギリスソ連では、 彼のアイデアを受け継ぐ巡航車、快速戦車が開発された。新たな戦車ドクトリンに基づいて、高速戦車を求めていたソ連軍は、カニンガム T1K 戦車時速 32km を購入するために、1928年10月に赤軍兵器本部機械化自動車家局のハレプスキー局長を極秘裏渡米させた。彼はそこで、 総輪装ン層機用式のクリスティ戦車 M1928 で、ソーリン走行時時速 111.4km、立体装着時時速 68.5km の存在を知り、カニンガム T1K 戦車に対する興味を失い、クリスティとの粘り強い交渉の末、クリスティ戦車の購入に至った。開発は、ウクライナソビエット社会主義共和国のハリコフで行われた。 輸入した2両の M1940 あるいは M1930 を使って1931年3月から試験を開始し、その結果をもとに各部を強化するなどして、最初の量産型 BT-2 を開発した。BT-2 の原型よりの改良ポイントとしては、砲塔の新設、車体全部形状の変更、操縦士ハッチの変更、アルミ合金製の天輪を、 スポーク型の中造性、また後にプレス後半制に変更、途中から全部フェンダーの増設などである。BT-2 の成功に気を良くしたソ連陸軍は、その後、BT-2 を改良した BT、BT-3、双方灯型の BT-4 といった試作系を経て、砲塔を大型化した BT、BT-5、その改良型である BT、BT-7 を生産した。 各方を想計した生産台数は7000両を上回る。BT 戦車で確立されたソ連軍中戦車の設計思想は、その後 A-32 試作戦車を経て、改良型の A-34 の開発に生かされ、傑作戦車 T-34 を生み出す元となる。BT は、スペイン内戦、チョーコボン事件、ノモンハン事件、ポーランド侵攻。 冬戦争、第一次ソ連ニコール、フィンランド戦争等で使われた。高い機動力と当時としては強力な美砲は、ソ連戦車の特徴ともいえ、各戦域で活躍したが、投入された BT-5、BT-7 ともに、装甲の貧弱さが問題点で、対戦車砲や火炎瓶に悩まされた。ソ連軍では、第二次世界大戦開始時にも多数在籍しており、 1941年に始まった独組戦でも戦ったが、海戦時の指揮系統の混乱、気候戦術の未熟さ等の運用面での問題もあって、初戦で大損害を受け、急速に消耗シティマイナス34にとって変わられていった。戦争中期には完全に陳腐化しており、初戦を生き延びた BT シリーズは皆後方部隊に回されることになった。 戦争正面である対独戦方面以外での飛行部隊の装備としては戦争を通じて装備され続けており後方での訓練用にも用いられていた。1945年になってもザバイカル軍管区に残っていたものが満州侵攻に使われている。この際には日本軍が組織的な抵抗をほとんど行わなかったこともあり快速性を生かして活躍した。ドイツ軍は 独ソ戦の初頭、1941年に大量の BT 戦車を露角し、ラトビアのリガに設けた兵器賞で修理、整備の後パンズナーキャンプファーガン BT742 の名称を与えた。しかし、露角車両の大半が戦闘時の損傷もしくは製造段階からの不具合を抱えたものであったため、実用車両としてドイツ軍の基準を満たすレベルに再生されたものは、 大した数がなく、実際には、旅客量数に比べ少数が配備されたのみである。BT-742 は、ドイツ国防軍の捕獲戦車部隊、および新英隊の秩序警察、オードトナンスパリ GE、通称、オルポの重装備部隊に配備されたが、実際に運用した商兵には、工業製品としての品質が低い、多数の問題点があり、 戦車としての性能が低いと不評であった。秩序警察では、東部戦線広報でのパルチザン相当任務に、少なくとも1944年までは、BT-742 を使用している。フィンランドでは1939年から1944年に、かけてのソ・カオル戦争、冬戦争、継続戦争において、多数の BT シリーズ、その大半は、 BT-7 であったを露画し、T-26 とともに、フィンランド軍戦車部隊の主力とて使用した。1942年には露画した BT-7 を独自に改造した、自走砲、突撃砲が製作されている、後日のソビエト以外での派生系を参照。BT 戦車の構造は、全体的に原型となったクリスティ戦車を踏襲している。 M1928 から採用されたクリスティ式喧嘩装置は大直径天輪とストロークの大きいコイルスプリングによるサスペションの組み合わせでこれに航空機用の大馬力エンジンを用いることで高速走行を実現していた走行自体は薄かったが代わりに車体前面は停車し飛台軽視を取り入れていたエンジンには同じクリスティ戦車の子孫であるイギリスの 巡航戦車同様、アメリカのリバティエンジンの国産版である V 型12、気筒 M-5 を搭載しているが、最初の100両には間に合わず輸入したリバティを使っている。初期には、クリスティ同様の単純な排気口や、箱型マフラー、消音機だったが、大型の円筒形マフラーに変更され、さらに単純な長い筒型排気管に回収されたものもある。 エンジングリルの排気口は2枚の板が斜めに傾く単純なもので当初クリスティー戦車同様にむき出しであったが間もなく異物混入防止用の金網製カバーが装着された。これらは基本的に後の T-34 まで踏襲された構造である。BT 戦車の一番の特徴は原型となったクリスティー戦車同様た体なしでも走行できることで 軌道輪とそれに隣接する天輪、第四天輪が複数のギアを介して接続されており、離体を外しても軌道輪から動力が天輪に伝達されることにより、送輪式の車両として走行することができた。この機能は戦場に到着するまでの高速移動を可能としていたため、戦力の集中には極めて有効であったが、離体の取り外しと再装着に時間がかかるため、 一旦戦場に到着してからの実際の戦闘場面ではこの機能が使われることはあまりなかった。ノモンハンでは離隊の上げる騒音を避けて日本軍陣地に忍び寄るために送輪起動を行ったという記録もある。外国に公開された大規模演習で BET が存分に起動力を発揮する様を見たイギリス軍部官の報告は以後のイギリスの巡航戦車の設計に影響を 与えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。